アカデミーの卒業試験をクリアして、そしていよいよ初任務だってばさ。ここが上任、中任、下任、全ての忍者が任務を受ける受付所だ。その内容は国家間の紛争解決から里の平和維持活動、要人の護衛、果ては個人の遺失物探しまでと多岐にわたる。任務にはランクがあるんですよね。依頼は難易度の高い順に S から D までに分けられてて。んじゃ、いきなり S とか A ランクで活躍して第7班のすげえとこ見せつけてやるか。新米のお前たちは C か D ランクの依頼からコツコツとこなしていくことになるんだ。これじゃあ、ま、仕方ねえか。俺一人でも楽勝だぜ。一人で楽勝か。7代目どんな任務でも楽勝ってのはないってばよ。なんでここ？初任務は火影自ら言い渡す習慣でな、ありがたく思えよ。第7班の初任務は野党の撃退だ。はい。依頼は火の国と風の国の国境付近にある小さな集落緑のほとりからだ。今年は日照り続きで収穫が悪かったらしい。で、隣接する村が。やっぱ楽勝だってばさ。また偉そうに。お前らもっと任務に対して真剣に取り組めよ、これ。お前だって。とにかく D ランクでも任務は任務だ。甘く見ていると痛い目に遭うぞ。ボルト、いよいよ初任務ね。あ、そうだ、初任務、母ちゃんの時はどんなだったんだ？え、私？そうね、あの頃はね、命がけの任務が多かったから。初任務の時もワクワクはできなかったかな、私は。あ、やべ、もう行かなきゃ。バシッと決めてくるぜ。こんくらいの任務なんか楽勝だってこと、あのクソ親父に分からせてやる。ちょっと。なんだよ。はじめに言っておくけど、私の経歴に汚点を残すようなことしないでよ。仲がいいね。どこが。ちょっと休むぞ。これ第7班初任務に向かう前に言っておくことがある。任務において一番重要なことだ。危機に直面した時、一人で解決しようとするな。必ず俺も含めた班全体、あるいはお前たち3人で話し合って切り抜けろ。これあんたのことだからね。はあ、なんでだよ。あんたが一番危なっかしいからに決まってるでしょ。それは僕も同意見だな。なんだよ、三月まで。見えてきたぞ。この橋を渡れば目的の村だ。これじゃ渡れそうもないね。子供じゃないか。使い物になるのか。腕は確かだと聞いておりますが。羽橋の操作はあちら側でしかできないのか。この葉隠れの方ですね。はい。ようこそお越しくださいました。先代の村長が資源が乏しく貧しいこの村のために自ら指揮を取って橋を作ったのです。先代というと今は引退されているのですか？ああ、3ヶ月前突然亡くなられて。というとちょうど村が襲われ始めた頃ですね。ええ、村長が代替わりして、それが原因で近隣の村に舐められてるんじゃ。この村を治めているキリ様です。まだ子供じゃねえか。木の葉の里のものだな。はい。こんな子供を我らの依頼に起こすとは、木の葉の里は人材不足か。腕は確かなものばかりです。そうか、その言葉が嘘にならぬとよいが、今まで我らは敵を自らの手で撃退してきた。だが奴らが忍びを雇ったのだ。
それだと B ランク以上の任務、彼ら下人には荷が重いです。せっかくここまで来たのに何もしないで帰るのはかっこ悪いってばさ。任務は必ず成功させないといけないんでしょ。うわぁ、何あっちからだ。あっ、骨がない。この葉の何もできなかった。敵の狙いは貯蔵庫じゃありませんね。すべて包み隠さず話してくださいますか。あんたやられそうだったじゃん。バーカ、敵の懐に入って状況を見たまでのことだったの。そうだったんだ。空気読めってばさ、美月。依頼は受けます。だからこそ全てを話してください。橋の権利書だ。私がこれを渡すのを拒む限り村を襲うと。木の葉の忍びか。 あれは小娘が相談もなく勝手にしたこと。挨拶代わりに殴っては見たが、いくらこの安穏とした時代でもまだまだ木の葉の里には先の大戦を乗り越えた凄腕の忍びが山といる。奴らと刃を交える気はない。お前にも一働きしてもらうぞ。いいだろう。勝ちだ。予想通りの展開だな、これ。うわ、助けてくれ。 あのさ、俺一人で十分だってばさ。ボルト、大丈夫か。一人で先走るなって先生に言われてたでしょ。うっせえな。みんな現実で操られている。じゃあやっちゃったらまずいってことだね。ああ。お前たち何をやっている。おい、どうした。あ、イブリ。あのおっちゃんも現実に。ダメ、見つからない。他に村人を傷つけずに従者を見つけ出す方法はないか。これ僕の封筒の威力を抑えて広範囲に使えばどうかな。みんな倒れているね。逃がしたか。ボルト、村長がいねえぞ。あのおっさん、まさか奴が敵の仲間だったってことだな。待て、一人で先走るなと言っただろう。